皆さんこんにちは。今回は前回の続き、カスタム水冷の配管内を低圧にした低圧水冷の動作確認を行います。前回カスタム水冷のような配管でも水の沸点が30度 C 以下になるほどの低圧を維持できると分かり、ポンプで冷媒の水を問題なく、いや想定通りではありませんが循環させることができました。これなら PC を起動して CPU クーラーとしての動作性能を見ることができるでしょう。ということで今回動作確認を行います。ところで水の循環はポンプ出口側に接続しているボールバルブで供給量を調整しているんですが、現在は半分くらい開いた半開き状態です。前回話した通り水の循環は想定通りではなく少し強い状態です。本当はボールバルブを少し開いたら水位がちょっと高くなる程度の循環というより水位調整ですかね。そんな制御をしたいと思っていました。ですが使用したボールバルブはそのような細かな調整制御用途に向かなかったため、結局ボールバルブは半開き、水枕と上部のチューブ内が満水になって循環するという状態で今回の動作確認を始めています。ではでは早速ですが PC を起動させましょう。普段通りに OS が起動していく様子がディスプレイに映されています。その中低圧水冷の方では不思議な動作が見られました。チューブ内を気泡が移動して、さらに水枕内で沸騰らしき変化が見られます。 OS が完全に起動するとそのような動きは見られなくなりました。 OS 起動時の一時的な高負荷な動作で CPU の発熱が増加し、その発熱を受け冷媒の水が沸騰したようです。沸騰という総変化が起きたなら低圧水冷のヒートパイプらしい動作と言えるでしょう。ただ短い時間内に起きた動きだったので詳細な映像は撮影していません。まあこの後ベンチマークで十分に時間が取れるでしょうから、その時にじっくり観察しましょう。ベンチマーク前、PC の動作が安定するのを待つ準備段階ですが、この時点での CPU 温度は25度 C ほど、室温は24度 C だったので十分冷えていますね。CPU パッケージ消費電力、数ワットほどの低負荷動作みたいですし、こんなもんですか。でも初めて自作 CPU クーラーを動作確認した時は35度 C とかでしたから、その時と比べると良い滑り出しです。期待できそうですね。じゃあベンチマークを始めましょう。CPU の動作設定は定格、CPU にインテルの Core i7-6700K を使っているので 4.0GHz 動作です。開始すると水枕内では水が沸騰し始めました。CPU 温度60度 C ほどで沸騰していたので、配管内を低圧にした効果がしっかりと出ているようです。ただ沸騰の様子はこれまで見てきた自作 CPU クーラーのものとは異なっていました。自作 CPU クーラーの時は大きな気泡がドカンと一つ、一定間隔で現れていましたが、今回の低圧水冷では細かい気泡が全体的に、かつ連続的に発生しています。こんな沸騰を自作 CPU クーラーの時は作りたかったなぁと思うくらいに良さそうな沸騰に見えます。自作 CPU クーラーの時は金属ブロック表面に色々加工を施したり水に洗剤を加えたりして、やっとのことで沸騰の状態が変わるという感じでしたが、水を循環させるとここまで変わるんですね。水の循環、流動状態が沸騰にとっては重大、支配的な因子なんでしょう。これであとは冷却性能が良くなればいいんですが、ベンチマークは無事完走しました。気になる CPU 温度は65度 C でした。ちなみに自作 CPU クーラーの初回動作確認時の結果は69度 C です。しかも今使っている CPU グリスよりいいものを使って69度 C。今回の低圧水冷65度 C は初回の割に優秀なようです。まあ初回の割にはですかね。自作 CPU クーラーも改良していくと最終的には57度 C。この時には今と同じ CPU グリスを使っています。よく比較として紹介してきた市販の空冷 CPU クーラー無限5では54度 C です。これらのデータは別日の室温が数度 C 違った環境で取得したものなので、室温も加味して算出した熱抵抗という値で比較すると、今回の低圧水冷 0.533 自作 CPU クーラーの最終版 0.403 無限5 0.385熱抵抗は値が小さいほど熱を伝えやすいというものなので、低圧水冷が最も悪いとなります。まだまだ先は長いみたいです。ひとまず現状を見直しましょうか。まあ、取り上げたいのがこの低圧水冷のアイデンティティとも言える沸騰なんですけどね。
ヒートタイプらしく沸騰、層変化が確認できたことは喜ばしいのですが、水冷目線で考えると重要な熱交換を行うであろう水枕の金属ブロック表面に、沸騰の気泡がこうもびっしり張り付いていたら、悪影響が出そうです。ただこの気泡は沸騰によるものなので発生消滅を繰り返し、その際に熱移動もしています。空気の気泡とは違うでしょう。ついでにこの辺りは今後の改造で大きく変わっていく部分でもあります。今の時点で深刻に捉えなくても、とも思っているのですが、微妙な気持ちになります。ところで前述の通り今回は流量調整に向かないボールバルブを使ったため、想定したような水の循環、蒸気の移動を実現できませんでした。流量や循環をもっと抑えられたらとも思いましたが、今回はバルブの交換部品を準備していません。そこで全く逆の方針ですが、ボールバルブを全開、循環を強化した状態でも動作確認をしました。想定からはさらに離れた、よりカスタム水冷によった状態です。水の循環が強化されたことでラジエーターに到達する水量が増えたのか、リザーブタンク内の水位が低くなっています。今回リザーブタンクはポンプの吸い込み側上部に設置したんですが、そのリザーブタンク内の水位が低くなってしまったことでポンプに気泡が入りやすくなり、エア紙のような状態になってしまいました。いや、エアじゃなくて蒸気？いずれにしてもポンプ的には水を送り出しにくい状況です。まあこれでもボールバルブ半開き時よりは循環が強くなったみたいなので、今回はこのまま続けます。次回の組み立て、動作確認の時はこれより長いリザーブタンクを使って、ポンプが気泡を吸い込まないように水位を高めにしておきましょう。そんなこんなでベンチマークを始めます。高負荷高発熱時の動作です。先ほどの半開き時はベンチマーク開始直後 CTU 温度 60°C ほどで水枕内の水が沸騰していましたが、前回だと CTU 温度 53°C ほど、よく冷えていますね。循環を強化した影響でしょうか。そして水枕内の水は、何も起きていません。沸騰なしです。これも循環が強化された影響、なんでしょうね。沸騰しない低圧水冷ってもう普通の水冷な気が。ベンチマークが終了して、CTU 温度を確認してみると 59°C でした。熱抵抗を算出すると 0.461。明らかに先ほどより良くなっています。沸騰させずに水の循環を強化した方がよく冷やせるとなると、低圧水冷としての意義がほとんどないように思えます。いやどうなんでしょうね。もし先ほどの半開き時の結果が沸騰の気泡による悪影響ではなくて、循環を抑制したことで水冷が弱まり、冷やしきれないので金属ブロックが高温になって、高温になったから沸騰が生じた、というならまだ期待してもいいんでしょうか。だとしたら循環が強化された全開状態でも、CPU の発熱が増えて水冷の処理能力を超えた時に沸騰し始めるかも。まあ沸騰が始まったとして、気泡が熱交換を阻害してしまうのか。それとも層変化という高い熱伝達率の熱移動で冷却を維持できるのかはわかりません。結局、低圧水冷における沸騰の影響についてはもう少し考える必要がありそうです。なので次回その沸騰の有効性について検証してみようと思います。低圧水冷における沸騰の発生条件は配管内の圧力に依存しているので、循環状態を同一にできるかはわかりませんが、沸騰ありとして今回と同じ低圧化と、沸騰なしとして通常の大気圧化、この2条件で比較する予定です。圧力によって変化する水の物性って沸点だけではないので、流動に関わる物性が大きく変動したら同じ循環にならなそうですけど、まあそれは一旦置くとして、その比較で沸騰の有効性、気泡の影響を判断しようと思います。少しでも沸騰自体の特徴や扱い方を知ることができれば、今後の政策に役立てられるかもしれません。どんな結果に落ち着くかわかりませんが、まあちょっとずつやっていこうと思います。今回の動作確認については以上です。今回の組み立てと動作確認では気になった、というか次回変更予定とした部分をいくつか挙げましたので、最後に改めて、その改良、検証予定の項目をまとめようと思います。まずはラジエーターを 240mm サイズに大型化しましょう。今回実験的に 80mm サイズのラジエーターを使いましたが最後まで大丈夫だったので、欲張って 240mm サイズ、という感じです。実は今回の動作確認では CTU 温度の上昇傾向が見られたので、多分ラジエーター部の放熱不足、それなら大型化だといった感じで冷却性能の向上も狙います。まあ壊れなければですけども、
80mm サイズで大丈夫だったからといっても、240mm サイズだと構造が大きくなった分破損リスクも増えます。相変わらず実験的なので様子を見ながら慎重に行うとしましょう。検証としては先ほども話した低圧下と大気圧下での水冷動作比較です。簡単にできそうですからね。まず低圧水冷として沸騰ありの動作確認を行って、その後配管内を大気圧に戻して再度動作確認したら比較できそうです。沸騰がどんな働きをしているのか、結果が楽しみです。あともう一つは、ちょっと唐突な話になるんですが、配管内に入れる水に洗剤を混ぜた洗剤水を使って動作確認をしてみようと思います。洗剤水は先日の自作 CTU クーラーの改良で有効だと分かった手段の一つなのですが、低圧水冷だとどうなるのか気になったので試したくなりました。沸騰的には良くなるかもしれません。ただ水冷的に気泡ができやすくなるというのは、やばそうです。水枕内とかに泡は溜まりそうですし、ポンプが洗剤水を泡立てずに送り出せるのか怪しいです。そんな気もするのですが、簡単に試せるので実践して効果を確認しようと思います。次回改良、検証、あと試したいことはこれで以上です。他にリザーブタンクなど所々部品変更するかもですが、まあ気の向くように試して、ちょっとでも次につながることを知っていければと思います。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。